ちは、こんばんは、おはようございます。おーっと、いきなりおしゃれなカフェとかが見えてきましたけれども、本日はですね、群馬県に来ております。まずは前回の動画を概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。群馬県の水上温泉に宿泊して、次の日です。次の日、現在は先ほど水上温泉街を散歩をしまして、そして今から谷川岳と土合駅に向かっております。今日一日でね、また結構観光したいと思ってますので、バタバタと動きますよ。それではここから約10分ぐらいドライブしたら谷川岳着きますので、そこまでドライブ楽しみます。ケイ、さてをつなごう、一緒に走ろう、僕らは仲間だ、サン爽やか3組。この辺もね、何温泉だこれ、読めない、なんとかゆたるなんとか温泉、小さな温泉がありましたよ。歩きたいですね。指そのゆだ、指そって読むのか。ここやってるの、やってるとこ初めて見た。あ、やってる、やって、わかんないや。そして土合駅が見えてきました。後で行きます。ここはあら、なんかいろいろ変わってるな。谷川岳ロープウェイ駐車場に着きました。すごいっすね、ここ立体駐車場になってて、スーパーの駐車場みたいになってて、しかも平日なのに車の数がすごい。では中入ります。ロープウェイワクワクしちゃいますね。そしてやはり結構人が多いっす。つり革におつかまりください。上に着きました。ここからですね、またリフトに乗ってさらに上へと行きます。空気がうめえ。景色が綺麗。さらにここから高いところを行きますからね。リフト乗るの楽しみ、これは興奮するわ。楽しい、天気いい、景色いい。あれ、群馬ちゃんが反対側のリフトに。地面スレスレ、私なんて足が長いので触れちゃいますね、下の植物たちに。触れ合い、すごいです。これはすげえ。うわー、伝わるだろうか。このウォーキングトレイルが見えますか。望遠にしますが、ここからぐーっと行ってまだここに見えるんですよ。そしてさらに上に行くと見えるかな、建物が見えるんですよね。あそこまで行けるのかな。うわー、本日の谷川岳頂上の気温が14度なんですけど、天気良すぎてもう48度ぐらいに感じます。ゲレンデコース、冬はこっから滑れるのか。せっかくなのでこちらの岩山の頂上からも、いろいろ見てみたいと思います。結構登ってる方いらっしゃいますんで、
岩山を登りました。まあただやはりですね、いろいろと回ってみましたけども、あの展望台、こちらの一番上の展望台から見るのが一番景色がいいかなと思いました。戻ってまーす。下りの方がちょっと怖いね。登りの時はあまり恐怖感じなかったけど、谷川岳出ました。素晴らしい景色でしたね。気持ちよかった。ただね、またね、団体客と被りましたね。戻ってみたらガラガラでした。それではこの後、今度は地下の土合駅に向かいます。土合駅着きました。改装工事してるのかな。カフェとかできて、いろいろと変わってますね、周りが。ゲストオンリー、なんだこれは。薪とランタンが見える。キャンプとかグランピングが周りにできてるっていうの聞いたことありますけど、さっきもあったんだよな、施設が。それかな。ではまたホームの一番下ですね、一番下の方まで行きます。もうね、土合駅これで3回目くらいかな、来たことあるの。今回はあの観光バスが止まってたので、もしかしたらまたね、団体客と被るかもしれないですが、まあまあそこは頑張ります。来たー、これこれ、涼しい。下りはいいんすよ。下りは上りが毎回どこかで休憩しないといけないぐらい疲れた記憶があるわ。おそらくこのまんまずっと雰囲気は変わらないので、次のシーンは一番下のホームに着いたシーンになるかなという感じですね。それではまたホームでお会いしましょう。もうちょい、もうちょい、もうちょいで着きます。やはり下りは全然楽でしたね。気持ちよく第一関門突破。はい、あちらがホームで、これだけ下りました。ホーム行きます。ホーム到着しました。あ、人がいない、ラッキー。絶対人いると思った。人がいませんでしたね。ただ後ろから結構かなりの人数が迫ってきてるんで、早めに撮るだけ撮って退散します。待合室、これ、こんなファンレター的な、迷わなかった。壁一面、部屋一面、マジっすか。愛されてる。メッセージ残せたりするんだ。知らなかった。これはなかった、お前。おお。本当にビール熟成させてた。そして毎度気になるのがですね、お手洗いなんですよ。ああ、これです、これこれ、このお手洗い、丸見え。あ、水出しっぱなしだけどいいのかな、これは。あえて出しっぱなしなのかな、わからない。止めていいのか。丸見えのトイレ、
電車を見ることができませんでしたが、今回は時間にも追われてますので、今から地獄の上り開始です。まだか、やっと半分くらいかな。今回は休憩せずに登り切ってみる。くそ、今回も休憩なしで上がりきることができなかった。負けを認めます。ラストスパート、よし、上がりきった。この達成感がたまらんぜよ。癖になるんですよこれが。だから3回も来るんですよ。地上に出まして、こちらが上りかな、上りホームですね。上野とか方面なので、あ、いい景色。それではですね、谷川岳土合駅編はこの辺で終了とさせていただきまして、まだもう一箇所ですね、この後道の駅川場という、日本一の道の駅と呼ばれている川場という道の駅に行きますので、そちらはまた動画を分けてお送りしたいと思います。概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。今回の旅は長いぞ。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また続きでお会いしましょう。バイバーイ。到着しました、川場田園プラザさんです。すごく混んでます。魅力的なレストランが多すぎて選びあぐねる。